サさん、何言ってるんですか？いきなり実践なんて無理ですよ。でもさ、ランとひまりのキャラもよく分かんなくなっちゃったし。ごめんなさい。ああ、ううん、リミが悪いんじゃないよ。案外役に立つんじゃないかと思って始めたけど、やっぱり想像じゃ限界あるなって思って。それはそうですけど。とりあえず私たち3人でショッピングモール行かない？ファミレスだとどうしてもイメージ広がりにくいし、3人なら大丈夫でしょ。3人でなら大丈夫かな。多分大丈夫だと思います。うん、じゃあ早速行こう。シミュレーションの時、キャンディーショップがあるって言ってましたよね。そうそう、最近できたっぽいんだよね。まずはそこ行ってみよっか。うわー、かわいいお店。本当だね。うん、甘いいい匂いがする。キャンディー以外にも海外のお菓子も売ってるみたいですね。私ってどれも色が鮮やかで可愛いよね。お店のデザインが可愛いから写真撮影も OK みたいだね。ほら、フォトスポットまで作られてるよ。ひまりがいたらいっぱい写真撮るんだろうな。 SNS に載せなくちゃってさ。私もたくさん写真撮ろうっと。お姉ちゃんとかすみちゃんたちに送らなくちゃ。まあ私も一応撮っとくか。ねえ、このキャンディー面白い。ヒゲの形してるよ。本当だ、こんな形のものあるんですね。あ、こっちのマシュマロはお化けの形してますよ。へえ、こんなのもあるんだ。かわいい。なんか食べるのもったいないね。この板チョコ見てください、めっちゃ大きい。ほんとだ、リミの顔隠れちゃうね。こんなのどうやって食べるんだ。3人で割って食べてもさすがに多いよね。え、絶対無理、無理な自信ある。つーか、私たちだけで食べようとするな。うん、そっか。そんな残念そうな顔すんな。なんだ、アリサもリミも楽しそうじゃん。私とも難なく話せてるし、これならランやひまりとも全然いけそうな気がするな。あ、そうだ、あのリサさんはチョコ一日でどのくらい食べられますか？ん？あ、ごめん、ユキナから電話来たからちょっと外すね。チョコの話は後で聞くから。リサさん、はあ、しょうがねえな。あ、アリサちゃん、これ見て、このチョコいろんな動物の形してるよ、かわいい。切り替え早っ。これなら一つずつ分かれてるからみんなで食べられるね。あ、確かに。それにしてもちょっと多いかもな。かすみたちとか他の人たちにも分ければ。本当にいた。ひまりちゃんとランちゃん。今ゲって言わなかった？言ってない。こんなところでどうしたの？いや、偶然そこで会ってさ。え、私たちはリサさんに呼ばれて。ち、私に合わせてちょっと付き合って。悪いようにはしないから。悪いようにはしないって逆に怪しいんですけど。いいからいいから、一生のお願い。よくわかんないですけど、そこまで言うなら。やべえ、全然シミュレーションもできてないからうまく話せる自信が全くねえぞ。アリ
サちゃん、私緊張してきちゃった。私も